おう、宴会場なんかすげえ歪んで見えるな。誰もいない、誰もいない宴会場、なんか寂しいんすけど。この左のこのなんか戸棚みたいなの、あ、お、なんか入ってた。マッチを入手した。下はボタンがないと押せない。ボタンがないのかい。あ、真ん中のボタンがないのか。これ上は何、これ水が入ってるやつ、なんだこれ、水槽なのか。奥の方はなんだこれ、カラオケ、おカラオケだ。奥は、さらに奥はなんだこれ、ロケットみたいなのは。よくわかんないボタンだな。右の時計とかその下押せないな。触っても何にもなんないな。でテーブル、割り箸を入手した。おーおーおー、なんだ。宴会場13色123出汁は213で2楽ことが出3マスは。普通にひらがなかな。楽ことができます。3は木かできますかな。なんだ、木、木出汁はなんとか木でなんとか楽ことができます。2番を開けたいな。なんだろうな、ちょっとわからないな。もうちょっとヒントが欲しい。さらに奥のテーブルは料理か。あ、これ火、マッチで火つけたらいいんじゃない。あ、燃やすものがないのか。なんか、お、なんか拾った。なんだこれ、ん、あ、これ北海道の地図みたいだったやつ。これ燃やす、マッチで燃えないか燃えないか。こんぐらい。あ、なんだこれ、動かせるぞ。あ、なんかある、なんかあった。キャンドルを入手した。あ、これ火つけられんじゃん、さっきの料理のとこに。これをここに入れて、でマッチ、よっしゃ、火をつけた、よし。で食べると。どうやって食べんの。ここのさ、なんか鍋かけてるね、蓋が。これなんか必要なのかな。これじゃなくてこの真ん中かけてるところ関係ないか。持ってるのがだから割り箸だから、ポン。これがもしかしたらここの、あーじゃない、ここ文字入れろってことでしょう。宴会場は、宴会場で、でかな。色ってなんだ、色って、出汁はって、楽、ひらがなだろうからな。楽ことができます、絶対3は木だと思うんだよね何楽ことができます。ここを、ここを当てたい。ここ、ここが木。何楽、働く、いや漢字じゃない、ひらがな。ちょっと1文字ずつ考えようぜ。もうここはもう地道に行こうぜ。ちょっと待って、楽、楽こと、楽こと、い、楽こと、お、楽こと、か、楽こと、き、楽こと、の、楽こと、の、楽こと、ひらくこと、ひらくこと、絶対開くことじゃない？うん、もう火しかない。もう絶対火だこれ。もう一回見よう。開くことができますだよ。で、火と木はもうおそらく合ってるでしょう。とすると、宴会場なんとかは黄色。宴会場なんとか黄色。黄色なんとか。引き出しは、引き出しは火なんとか木で、開くことができます。なんだ、1がわからん。もうこれも人海戦術やるか。あと1個だから。引き出しは引き、日置き、日かき、引きき、ひろき、ひのき。ひのきじゃね、ひのきぐらいしかなくない。火だとしたら、ちょっと待って、文章が、
宴会場の黄色の引き出しはヒノキで開くことができます。黄色、あ、ここか。じゃあこれ、わかったわかったわかった、ここをヒノキって打っちゃいいのか。ああ、正解のようだ。超気持ちいい。ああ、ここのことだ。なんか、あ、もうすぐタップして、何も分かんなかった。これか。船型のオブジェを入手した。やった。なんだこれ。なんか触ると裏が見えるけど。なんかどっかにこの形のボタンみたいな、ここか。これだな。順番通りに並べろってことかな。ここが緑、緑、黄色、赤、なんか2種類あるな。青、緑。こう真ん中に芯みたいのがあるのとないのとあるんだけど、なんだ、見えないんだけど、どうやって見るのこれ。見たいんだけど真ん中に芯があるかどうか見たいんだけど見えない。どうやって調べていいんだ。ここまでは多分合ってんだよね。船の下が見えないんだよ、ね、ここなんか船はまりそうだな。あ、はまった。なんじゃこれ。鍋に船くっつけちゃった。船型オブジェを取り付けた。あ、湯気が出てる。あー、わかった。湯気が出てるのが真ん中白いやつってことだ。一番左の緑と青が煙が出てないってことだな。ってことはこの奥のこれとこれ、よし、正解のようだ。やったぜ。うぃー、万能ドライバー入手。あ、もうこれでクリアしたも同然。やったね。ドライバー使うようなとこどこだっけ。どこにあったっけ。覚えてねえな。どこ、ここ、違うな。ドライバー使うようなとこ、わかった。風呂場の電話だ、ここ。よっしゃ、これでフロントに連絡が取れると。電話線をつないだ。フロント連絡用がつながったぞ。電話線の電話しちゃう。お宅の風呂最高だよつって出た。フロントへの扉を開きます。電話しなきゃ開かなかったんかい。やったぜ。よーし、じゃあもう飯も食ったのかな。食ったし、もう帰るか。受付。本当に帰るのかな。あ、なんか受付の下のところになんかあるぞ。これ茶筒を入手した。おー、なんか仕掛けがあるな。よくわかんないやつ。この手前のテーブルは、お、温泉卵だ。よし、風呂に戻ろう。早速、まあ、ちょっとひとしきり調べるか。この奥のなんか小さい、これはカッポだ。よくわかんないね。これは鏡、鏡だ。なんかお供えしろみたいな感じかな。でフロントは8月の8日。はい、安らぎの湯本館7月、リニューアルオープン。浴衣の上から着る羽織、各種サイズ、上記ご希望の方は受付までお申し付けください。ちょっとよくわかんないっす。ポンポンポン。暗くてよく見えない。明かりをつけたらさらに何かあるの。おっと、ドアが閉まっている。はい、反応がない。まあ、とりあえず温泉卵を作りに行こう。再び風呂場に戻ってきてしまった。でこの左の看板の後ろに専用の温泉があると。おお、温泉卵を入手した。字が浮き出てきたぜ。1234でこれを食べちゃう。でフロント行って、ここにお供えするのかな。はい、違った。全然違った。この1234なんなん。別にどうでもいいんだけど。これ茶筒は、あ、これか。1234。なんだ、なんか違いある、どういうこと。
これに、これとこれがどう関係あんだ？ん？ 1、2、3、4。ちょっとわかんねえな。あのフロントの中呼び出すなんかチリンチリンみたいなね。おお、なんか別のが出てきた。ちょっと待って。温泉卵の作り方1。ちょっと画面が小さくて読めないんだけど。浴場の専用場所にカゴごと置きます。2。湯気が出始めたら完成です。3。やけどにご注意ください。4。水で冷やしてからお召し上がりください。あ、冷やさなくちゃいけないんだ。そして破られている。鉛筆かな？じゃあ消しゴムが必要かな？あ、これ右のを見たんだな。なるほど。水で冷やせと。水ね。水ってどこで出るんだ？部屋？いやー、水はないな。部屋に水はない。ここも水はないだろう。これ水じゃないよね。違うね。牛乳冷たいから牛乳で冷やす。まずそう。いや、案外美味しいか。宴会場、あ、水あった、ここに。そうだ、ここにあったんだ。よっしゃ、入れた。え、これで完成？1が一番低い、4が一番上ってこと？こんな感じ？お、やったぜ、正解のようだ。お、鉛筆を入手した、やった。でもこう消しゴムが使えるよ。消しゴム付き鉛筆だから、これでフロント行って、ここここ、これを鉛筆で、書き足すんかい。ああ、筆圧のあれですね、よくあるトリックのやつですね。こうですね、上下、うん、なんだこれ。いや、よくわかんないんですけど、あ、右巻き左巻きか。右左右右左左、右左右右左左、オッケー。カッパか、あ、カッパだ。あ、間違えた。ええどういうこと？あ、これか。右、え、なんでこれ4つあんの、ボタンが。左、あ、上と下で分かれてる。ちょっと待って、そんな違いあった？上下って書いてあるけどさ、どういうこと？は、え、どういうこと？上下って書いてあるけど、こっちが下か、黒い方が下かってことは、うわ、すげえめんどくせえ。右左右右左左、右左右右左左、あ、違う、右左右右左右だ、右左右左右右左右で、上下下、上上下、上下下、上上下、右左右右左右、よしよし、覚えたか。上下下、右左上下下、上上で、右左右左右右、左は上で下、あ、間違えた、合ってた、間違えた。うわー、もうちょ、もう、うわー、ムカつく、カッパが。うわー、もうメモりたい。メモる？ちょっと待って。くそ、もう一回覚えよう。わかった。覚え方を変えよう。海。上の右だよ。海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 しひ。海しひ。海しひ。しみ。上し、上。上に海、海しひ、海しひ、海しひしみ、う、海しひしみ、海しひしみ、海しひしみ、海、うひ、
市民市民だな、市民市民。海、海に市民、海に、海に市市民、海に市非市民海に市非市民、海、うひ、海うひ市民。よし、覚えたぞ。これはボタンが分かんないんだけどね。海市非市民、海うひ市民。よっしゃ、正解のようだ。うぃー、ちょっと俺の中で文章みたいな感じにした。おわ、従業員専用の鍵を入手した。出口の鍵じゃないんだ。マジか。じゃあ廊下だな、ここだな。開いたようだ。よし、従業員専用の出口から帰ろう。